ゲヘナ学園給食部のジュリと言います。お腹が空いたらいつでも私に言ってくださいね。ミレニアム学園、音瀬小玉。自警団任務の延長ですね。本の中の物語のように。ご主人様と一緒にたごきげんよう。227号温泉郷へ。ごきげんよう。ごきげんよう。ご主人様と一緒に楽し。どうしてこんなことに。まあこうなった以上やることはやりますよ。小さいからって舐めないで。将来性はものすごいんだから。クロミセリカよ。言っとくけど、私が一緒になる以上、真面目にやってよね。の天使があなたを訪ねてきましたよ。説明や解説が必要なら私に任せてください。ごきげんよう。こっちの言葉の方がより自然かもです。はじめまして。白衣の天使があなたを訪ねてきましたよ。ご主人様と一緒に楽しい一日を始めちゃおう。
中の物語のように、私たちの物語が始まります。